金開きとは、将棋の陣形、囲いの一つ。中住まい陣形の一種。図の例のように金が左右に開くのでこの名がある。陣形の進展は単純で、先手の場合、左金を7八金、右金を3八金と動かすだけである。玉はの八の地点に構える。このような構えは、横太り、青の竜で頻繁に生じる。図一は、その一例。 タイブリッヒ者の先方としては滅多に見られないが、図2から1から図2から2にかけてのような展開は、知られている。図2から1は、下記のウキウキヒ者からご手紙に等し、以下先手が9筋を突き越している。先手は9七角の覗きから7五角と出る筋がある。2四歩同歩同角のすぬき狙いには2七歩、7四歩は6六角から5五や4六の角打うち、 九一と玉は九六飛九七 k 八五 k などの順がある。図二から三のような局面もある。これを九五同歩ならば同角とし、以下同行同行となれば二枚のコート、逆面、飛車の九筋九州がある。同角に放置して二四歩ならば三六飛二五歩、三四飛に六歩に八銀から九三歩八、六角から三五飛からの九筋攻めがやはり生じる。また、 図にから5のような左銀が前線に繰り出す滝下流と呼ばれる金開き戦法もある。狙いは上記の金開きと一緒であり、9五同銀から飛車を9六に展開していく。これについては、今泉賢治が大昔にやられて面白い戦法として紹介しているが、2六飛の浮きに、後日の3四の歩を受けられて終わりではなく、 ある程度の通常形にも戻せるところも大きいとしている。図からは1 0 0 9五歩であることも、相手のプレッシャーは相当あるとし、また一直線に橋を狙うのではなく、75歩から76飛から38金を張ったのように、横取り中住まい気味に組む指し方もあるとしており、あまり違和感がなくさせるということでありな戦法だとし、天初段くらいの人には狙いを正確に見抜くことは、 難しく、26比の時点で油断するとしている初周。この他に、図2から 6A のように75歩76銀として、図2から6ビットや図2から 6C の構えで指す指し方も、ある。また、図2から7のようにアイブリビシ車で構える指し方もあり、角道を開けたまま、駒組みを進めることができる。図2から7ビットからは66歩から65歩、またすぐに86比から95歩の端攻めなども生じる。 この形では8六飛2九四歩と橋を受けると、九五歩同歩九四歩で、同行であるとこの場合7六角があり、九三銀には九二歩が生じる。八二玉なら九一歩正同玉八三、ひなりである。8六飛2二六歩同歩同飛は、以下同飛同角には2一飛四四角に7四歩、同歩七三歩同銀八五桂八二銀七三歩がある。 人形的に8九からの飛車の打ち込みには71の、定負が効くが、相手も46歩同歩45系の狙いがある。86比に26歩同歩同角の場合は、23歩同飛4一角に4比に5歩同飛5に角なり同金36金2飛に6金4。4一角に22比としても23歩42比5に、角なり同金26比が生じている。金開きやアヒルがコイへの出だしで、 初手に六歩から振り飛車等の三四歩として、以下二五歩三三角二六飛は、ウキウキ飛車と呼ばれる、はめて。八四歩ならば九六歩で八五歩以下、金開きやアヒル囲いを目指せば構わない。また八五歩に三六飛、八四飛、三八銀から、四八玉七八金と七六歩から七五歩から、七六飛で、つくつく帽子型ひねり飛車模様にする指し方もある。一方、 振り飛車等であって三二比とすると、すかさず七六歩とされる。以下四二銀ならば、角交換から六五角等や四二銀に変えて四四歩ならば、四六比四二比三六比で、後手三筋の負が捕獲できる。振り飛車側がこの順を避けたい場合は二六比の浮きに、二二比とする。それでも三六比であれば二四歩がある。以下三四比は2五歩四四比四二銀四六。 三二に六歩の展開である。したがって、先手も四八銀とし、あとは四二銀七八金以下、展開の一例として、図四から一から図四から二のような相いぶり飛車に似た、局面に進展することが多い。このほか三二比七六歩には八八角なり、同銀四四角に八飛と浮飛車を回避させる順も、ある。三二比にこの順を避ける七八金ならば、 以下六二玉七六歩七二玉三六飛に、四四角には四四同角、同歩に四歩に、同歩ならば二三角三一飛に四一角なり、同飛三二金、二二飛とすると三四飛に四歩に三歩一二飛、二四飛三二金二に三四,四角が効き、以下七二銀に二,二歩正同飛同飛,同飛なり同金、六一角なり同銀四一飛後一角に三歩から、五一角なり同銀に二,二歩正を狙うなどの、 展開である。戻って4四角に変えて四四歩三四飛4に、銀に5八玉としておき、四三銀であると三三飛なり同型に、一角四二飛に二歩正で、三二歩ならば一一と一に角なり、五四銀ならば二三と四五桂三三と五二、飛4四角とさばいていく順がある。五八玉に、他の指し手であっても、図四から三の展開などが、その一例。これは、 NHK の将棋講座でも取り上げられ、講座をまとめた、豊川隆広著、パワーアップ戦法塾にも掲載されているほか、2016年8月の、講座、はめて特集でも取り上げられた。豊川の同書では、図3から1から、後手が84歩と一緒の場合には36比85歩で、先手34比であると86歩があるため、85歩以下は96歩84比97角6。 二銀七五角七四飛六六角の順を紹介している。以下に二銀なら三三角なり同銀八二角があるので、六六同角同飛八四飛二六飛四、四角に八飛と戻っておき、以下の手が八六歩同歩同飛ならば八八飛とぶつけていく順がある。あと鉄外であると図五から一のように四八玉が先に入るので、三二金では三八玉が入り、 64比に悠々と68銀があり、66六比六は同角同角77七七桂の後に4五角はない。また、図6から1のように後手が2六比に4四,四角とする場合もあり、2八比であると言って損かつ3三角からの千日でもあり得る。したがって4四,四角の場合は、先手は5六比とし、行かず6から2のように進むと、後手に4同歩ならば4四,四角同歩7一角。 7二比5三角成同金同比成5二金2、4三金同金6三流8二比7四歩、同歩7二歩が、進行例。この他に3六比2三五歩なら2六比3、三角3六歩や3二比7六歩7二金、3八金から金開きに構える指し方もある。他に、図7から1のように、ご期限中飛車の出出出しでは、 以下34比55歩36比42銀などで一局。図7からには先手中飛車の例で、先手番なので54歩同歩同比が入る。これには、5手6二玉とし、以下84比ならば7二玉と右玉にして8五、比に、5手も56比として4八玉に51広く8、銀42銀から3一角75銀を狙う。順と5、56比に変えて42銀から53銀74。4 悲惨一角七五金八四歩と活用する順がある。将棋世界2007年9月号、イメージと読みの将棋館では、渡辺明は同戦法を子供時代に振り飛車党相手に指していたという。またプロで指すなら、振り飛車党相手しかなく、そう簡単に咎められないとしている。一方、谷川孝二はこの飛車受けは悪手であるとしている。なお、 プロの実戦では7六歩八四歩に六歩八五歩、7七角で後手側が8四飛とした例が1987年の順位戦 A 級で森慶二が青のる位置に対して採用した一曲など3例あるとするがいずれも後手が破れている。なお、プロではイメージと読みの将棋観にによると3三角に2五歩,歩と早めについて形を決める指し方は 平成以降から2010年までに313曲あり、先手138勝175敗7000日手となっているが、羽生義晴は先に作戦を決めすぎやる気はしない。藤井武氏は相手が振り飛車党なら構わないが、ご機嫌中飛車や横取りを嫌っての若干の後ろめたさなどを感じるという。さらに渡辺明は相手の作戦を狭める意味においてはこの手もあって、 決して損ではないけど、精神的に恥ずかしく、後で寄付を見た人に笑われるとしている。さらに森内俊之は、プロとしては長く活躍するのは、難しいとしている。そして、藤井や渡辺、谷川孝治らは七六歩二二二銀の角代わりに移行すると月越しが損であるとしている。こうしたところは、佐藤康光によると、将棋感の問題であるとしている。ありがとうございます。